前回の出来事。1836年、天保維新。1837年、日清戦争開戦。1839年、韓国併合。1840年、下関条約締結。1850年、日本が、近代化を達成。翌51年には列強となる。前回の後、ゲームをやり直したので少しだけ歴史が、変わっています。ブルネイだけでなくジョホールも、植民地化しています。今回は第二次日清戦争からです。ビクトリア2の中国は軍閥を、再現するために新都、それに従属している地方政府という形になっています。しかし、今回はその地方政府が全て清から独立しており、その一つの満州は、いきなり清に襲われています。従属国は宗主国で、政変が起こると解放されるので、清で反乱が成功し、政変が起きたのだと思われます。前回、満州を影響下に入れましたが、やり直した今回は影響下に入れていないので介入はできません。まあ満州は後で解放してあげるとして。ババーン。第二次日清戦争、1853年。開港地、上海の日本租界において、日本人殺害事件が発生。日本政府は謝罪と賠償を要求したものの新政府は拒否。日本政府は居留民の保護を名目に、宣戦布告を行い、日清両軍は全面戦争に突入する。朝鮮に突撃してくる清軍を殲滅する作業を続けます。圧倒的に優勢なので、要求を増やします。上海、蘇州の租借は当然のこと、江蘇省全域の鉄道敷設権、鉱山採掘権を要求しましょう。吉林の戦いで、高杉嗣道将軍が、指揮する日本軍が圧勝し、清軍は10万近い兵を喪失。新政府はこの敗戦で戦意を失い、日本は江蘇省全域を、勢力圏に収めました。実質的にこの地域は帝国の植民地となります。最近ジャップが調子に乗ってるみたいだけど、出る杭は早めに打っといた方がいいわよね。ええ、中国利権の日本による独占は許容できるものではありません。この際、ロシアと結んででも日本に圧力をかけるべきかと。この時、遠く離れたバッキンガム宮殿で恐ろしい会話が行われていたことを、日本の政治家たちは知る由もなかった。維新により職を失った士族らを、植民地の開拓作業に、従事させるべきだという意見が、出ています。いわゆる、屯田兵、と呼ばれるものですが、この世界、もうすでに北海道は開拓済みなのです。ボルネオ島、マレー半島を確保した日本、彼らをこの南方資源地帯の、開拓に従事させるのも手ですが、そこから西へ、インド洋を越えた先には、もっと広大な未開拓地が広がっています。大名毛利の軍隊、すなわち元長州藩士を中心とする士族らがマラッカに集められました。彼らは東アフリカのザンジバルをオマーンから奪い、開拓の拠点とすべく出航しました。1855年、屯田兵はインド洋を越え、オマーン本土へ上陸。マスカットの陥落を受け、オマーンは降伏。インド洋におけるオマーン海上帝国の覇権は終わりを告げます。これで帝国はインド洋交易の中心地、ザンジバルを確保しました。マラッカ、ザンジバルの洋トレード濃度を抑えたのはでかいですね。さあ、広大な新天地が君を待っているぞ。アフリカ開拓団募集。イベントが発生。イルマとアヘン貿易で揉めてるらしいですね。アヘン戦争、1855年、日本のアヘン密貿易をビルマ政府が禁止した結果勃発。ビルマに宣戦布告できるようになりましたが、別に賠償金とかいらないので、戦争にはしませんでした。帝国陸軍は未だにガチガチの、甲冑をかぶって戦っているようです。後ろの鉄道と工場が、合わなさすぎる。イメージするなら近世、近代の、狭間っぽいこういう感じなのかな。この武士団を今度はエジプトへ向かわせます。目標はしない、将来的に、スエズ運河が建設できる場所です。日愛戦争、1856年。非文明国のエジプトの方が、近代的な格好をしてますね。帝国が非文明国のエジプトに負けるはずがなく、1857年、エジプトはシナイの割譲に応じました。順調に勢力拡大を続ける帝国。しかし、帝国領朝鮮半島には新たな火種が。ビクトリア2には月というシステムがあります。オスマンのヨーロッパ領の民族独立をめぐり、列強が争い合ったことなどを再現するためのシステムです。そして、今回独立運動が世界で一番熱いのが朝鮮。
おそらく次の危機は朝鮮独立を巡るものである可能性が高いです。しかし、日本にはお友達がいないため、誰も味方になってくれません。というか実際になってくれませんでした。イギリスが朝鮮独立を支持し、ロシア、北ドイツ、フランスがそれに追随。下関戦争や三国干渉のようになってしまう夢を見ました。列強高校に転校してきた日本軍は、クラスを二分する実力者、イギリス軍かロシア軍に頭を下げ、どちらかのグループに入らないといけませんでした。ということでイギリスを懐柔しまくります。使節団を派遣して友好的態度を示そう。欧米に岩倉卿を筆頭とする大規模な使節団を送り、日本は欧米尊敬してますアピールしましょう。岩倉使節団派遣、1857年。セポイの反乱。ロシアの中央アジア進出。むしろ日本はアジアにおけるロシアの歯止め役として利用できるか。日露が対立した場合、我が北ドイツは日本を支持するだろう。ビスマルクかっこいい。俺、ビスマルクみたいになりたい。ああ、私も。そして、朝鮮独立をめぐる危機が発生。イギリスではなく、ロシアが朝鮮を支持。さあ他の列強諸国は、どう出る？まずは日独 vs ロッツという構図に、危機とは関係ないですが、いつの間にかイタリアが統一されてますね。イギリスも時間が経過すればこちら側に、つきそうです。これは勝った。なんとイギリスが参加する前に、ロシアは折れました。他の国は戦わずして帝国に、屈服したのです。これは帝国の外交的勝利です。国民は嬉しすぎてヒビアを、焼いてしまいました。チシム、カラッと取り返せ。弱腰政府は退陣しろ。ロシアと戦争、ロシアと戦争。ひえー。我々に、すごい声援が送られてきてます。もうこの国の政治やりたくないわー。今は食産興業、富国強兵に勤しむ時期です。戦争を控え、内政に励むべきです。あ、これは戦争じゃなくて事変なので。今回は新が日本の生命線、満州を、くれるそうです。満州事変、1861年。あ。新の数の暴力により、江蘇州駐留部隊が、壊滅。非文明国とはいえ、秦の軍利用は脅威。日本は陸軍技術の研究を、ほとんどしてないですし。その後、聖徳の戦いで30番近い秦軍を、相手に大勝し、なんとか講和にこぎつけました。未だに健在なんですね、成明公。史実では去年死んでるはずなんですが。講和により満州を確保しました。次の戦争で大満州も、いただきましょう。政府はこれまで集会の、自由を規制してきましたが、集会条例を撤廃し、自由な政治議論を促進しましょう。自由民権運動、国会開設、国会開設。じゃあ自由主義派に権力渡すんで、頑張って改革進めてね。え？レッセフェールだと工場経営を、資本家に任せられるので楽なんです。資本家が育ったら自由主義政党に、切り替えよう。少数民族へ市民権を、与えると同化率が上がるので、その点でも保守政党より有用だと、思います。ただ自由貿易だと関税を制限されるし、レッセフェールで国内の税金も制限される。財政面では辛い。1864年、板垣退助が内務卿に就任し、自由民権的改革を掲げる政府が形成されました。新政権は1866年には、世界初となる社会保険制度を確立しました。一方で本来の目標である立憲制への移行は進む気配がありません。1865年、オマーンを帝国保護国とすることが決定され、スルタンに最後通帳を送ったところ拒否されました。しかし、先の戦争で没落したオマーンには、軍隊がおらず、抵抗もなく全土占領し、併合しました。日本領オマーンができました。イエメンと色が同じですね。オマーンの東アフリカ領もすべて、併合し、日本領東アフリカも、拡大しました。1866年、オスマン帝国領イラクにおいて、バグダード鉄道を敷設。帝国は中東への影響力を拡大しています。帝国はすでに世界第4位の工業大国になっており、総合順位はロシアを追い抜き第5位となりました。1867年、孝明天皇が崩御なされ、皇太子睦仁親王が即位されました。明治時代、この若き天皇のもと、まさに激動の時代が訪れます。財政赤字や国内反乱勢力の慎重に対処できなくなった自由主義政府は、1868年に、瓦解します。代わって、大久保利通を事実上の、師範とする政府、いわゆる明治新政府が発足しました。しかし、新政府は成立後間もなく、危機に直面する。1868年戊辰の年、維新後初の大規模内戦、戊辰戦争、が、勃発したのだった。
次回。日本よ、アフリカを独占せよ。